糸井義雄、これが報道の自由か。まあ本人もひどい追い出され方したからな。めっちゃいい皮肉で草。アイコンが松本みたいで草。報道が事実と全然違うって言いたいんじゃないのこれ。まっちゃんのことだと思ってるやついて草。割とがっつりと本当のことを報道してしまったな。和田、祖父版、お擁護したいって話でええんか。何の話なんかさっぱりや。ただ難しそうな言葉を言ってみただけなのでセーフや。初めて人の優しさに触れたモンスターみたいやな。糸井に関しては皮肉だとかなんか裏があるだとかじゃなく、ただ思ったこと言ってみただけなんだろうなって信頼感がある。まだはたきになる意味がわからん。嫌なもんは嫌やろ。移籍するくらいなら引退する方がマシやろ。なら潔く引退したらよかったんじゃないか。引退する言うたら、じゃあ西武側が別にするわってなるだけちゃうの。西武側にメリットないやん。じゃあルールにのっとって引退しろや。糸井さん大卒だから憲法の基礎知識くらいはお持ち。何にも気にならない能天気なおバカさんタイプじゃなくて、めちゃくちゃ神経質。報道さえなかったら何事もなく、かいのが移籍しただけだったかもしれんしな。ご視聴ありがとうございました。